かもしれんとかって言われやっぱり映画の特徴でもある、うん、3つの領域から自由に選択できるのはすごくいいと思って、自分が興味があったとか、うん、その授業内容を見て面白そうと思ったら取れるわけなので、そのなんか選択の自由っていうのがすごく良かったな、うん、で、あとは私卒業単位に含まれるので日本語教員も、やっぱそうやって資格を取りたいけど卒業単位に含まれないってなると、やっぱりその倍取らなきゃいけないので、うんうん、入ってると取りやすいって、うん、自由に科目を取れるっていうのはすごくありがたいと思ってて、うん、入学してたらこう普通の大学とかそういう学部がこう細かく分かれてたりすると、やっぱりこう入学した時の科目もそう入学した時の学部の科目を取らなきゃいけないっていうことが多いと思うんですけど、うん、私自身が入学してから方向を変えられたので、いろいろ入学してからでもいろいろ試しながらその何が興味あるのかっていうのを見極められる時間があるっていうのはすごくありがたいなって思います。課題解決力とか素晴らしい結構1年生のゼミの時から問いを立てる内容で結構問答に対してでどうやって自分の意見をどうなるとかどういう解決方法があるのかっていう内容で結構基礎的にやる基礎的にやりましたね結構やったなと難しいでもそれが別に授業の内容だけじゃなくてどっちかっていうと課題活動のが多くてオープンキャンパスだったら、どうやったら高校生に来てもらえるかとか、うん、山梨にじゃあ観光にどうやって来てもらえるかとか、そういうなんか、なぜっていうの問いに対して、こういう切り口あるんじゃないのとか、そういうのが一番やってたなって気がします。なんとなく難しそうだなとか思ってたことでも、興味があるので、挑戦してみるっていう。大切だなっていうふうに感じます。いやでそこで、ね、苦手だわっていたら諦めないで続けられるということとそういうチャレンジをしたってこと素晴らしいですね。100のうちが勉強になりました。やっぱりなんかいろいろ取れるっていうのも、なんだろういいなって思ってて、なんだろう1個をやっぱ集中するのも大切なんですけど、そこだけや、まあ、そこだけやってるから見えるのももちろんあるんですけど、そうじゃなくてこういろんなものをまとめて私は心理っていうところに行くっていう感じがこう周囲たくさんの人たちに集めてる感じはあったので、いろいろこう学べるっていうのはすごくやっぱりいいなっていうふうにですね、いろいろ立証できるというかっていうのはやっぱりいいところだと思っていて、例えば自分が心理学部っていう名前だったら多分メディアは取らないというか、さぞ大変なことやってるんだろうなとか、すごい難しいんだろうなって思ったら多分履修ができなかったのかなって思って、心理をやるぞって言ってこうちょっとクサクサしながら入ってきた割にはこう、楽しくやれてるのはこう例えばメディア領域の他の科目も割と楽しんでたりとか、割と不確かなとかふわっと曖昧な概念を見ながら心理をこう勉強してると、こうメディアの明確なというか統計法とか心理データ分析演習につながるこう明確な答えがあるっていうことにすごく助けられるというか、こう身に見えて私はできてないとかできてるっていうのが指標になるので、そのバランスが取れるのかなって思います。1年生の時って自分はその心理を別に進みたいから、この科目を取りますって難しいじゃないですか。
うん、その代わりいろんな分野を、うん、その一周ではあったとしてもいろんな分野に触れることができるとすごいなと思って、うんうん、自分の視野も広げられるし、うん、まあ、向き不向きもつけられるし、うんうんうん、っていうのがすごいいいなっていうのは、うん、1年間を通してすごい感じます、うんうん、満足してるのは、うん、いろんな科目が取れるんですね、限らず、うんうん、こう学科と学部を分けた方がいいみたいなことを1回言ったんですけど、でもこの方がそれに絞って学ぶじゃなくて、うん、いろんなのに触れられるから、うん、まあいろんな選択肢があるって言われて、うん、確かにそうだなって思って、うん、プログラミングも取れたし、うん、データタイプのメディア系の科目もグローバル系も全部取れたので、うんうん、いろんな系統の科目に触れられたのがすごく良かったと思いました。結構小さめじゃないですか、うん、でもそれによって、うん、ま、仲間は増えます、ね、うん、消極的な子が多い、うん、音楽は多くて、うんうん、だけどやっぱグループワークとかそういうことをすることで、あ、同じサークル入ってたみたいな、そういうことがあったので、うん、小さめな学校だけど何かこう派生する機会があると、うん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 、一緒に、あ、それはやっぱりその小規模でその少人数制な授業が多いことでそういう、こう接点を見つけやすくなっている。あ、そうです。あ、なるほどなるほど、分かりました。いろんな授業を取ってきたからこそ、うん、が幅広く教養が身についたというか、うん、いろんな土台が身についたなっていう風に感じてますね。考え方っていうところもすごく重要かなっていう風に思ってて、私はこう思うけど、自分の考え方に固執しないというか、うん、そういったところでこういろんな考えを柔軟に取り入れるっていうところでは、そういうスキルが身についたかなっていう風に、うん、あれもできるようになった、これもできるようになったっていう風に思っていて、うん、大学から貸与されたパソコンのタッチタイピングの練習を例えば ICT スクールでやったので、1年生の時というか高校生とか大学入学以前に考えられなかったけどタッチタイピングができるようになったっていうのは、前はできなかったけど今できるっていうことが一つはあるなと思っていて、文章を書くっていうこととかはやっぱり大学でできるようになったなと思うこともたくさんあって、心理学の論文の書き方みたいなこう筋道立ててやっていくのを知ったので、正しいかどうかみたいなことが判断できるようになったなと思っていったり、量が書けるだけじゃなくって、しかるべき場所にしかるべき順番でこう構成して書けるようになったかなっていうふうな手応えを感じることもあるので、できるようになったことも増えたし、できるようになってないというか、まだわからないことも増えたかなとは思います。やっぱり何事も基礎がちゃんと固まってないといけないんだなっていうことにすごい気がつけたように分かって、まあ当然なんですけど、なんかそのいろんな分野のことを学んだりとか、いろんな先輩方のお話を聞きながら1年間過ごしたからこそ、改めてちゃんと基礎を学んだ上で専門的になんか深めていくことが大切なのだっていうことに気がつけたような気がします。なるほど。大学に入って授業が選べるようになって、自分の興味関心ある科目を選べることによって、自分はこれをやりたいんだとか、自分はこっち向いてないかもしれないけどこれは向いてるかもしれないっていう方向性が分かるようになってきて、それについてじゃあもっと深く学んでみようかなっていう追求心、探求心が身についたと。ああ。やばいというか、また重複してしまうんですけど、やりたいことっていうのがその見つからなかった中で、さまざまな分野を学べる、学んで、それでなんか自分の関心を持つものを見つけられたっていうことが。なんかこの幅広い分野、幅広いカリキュラムを実施しているその芸能の魅力とかすごい
感じました、うんうんうん、はい、あのいろいろその世界のことも知れるし地元のことも知れるし、はい、その両方でしたかね、はい、やっぱり一番はさまざまな分野について学べるっていうことで、なんか英和大学ってオープン科目っていうのもあって、うんうん、その領域にとらわれないまた新しいその他のものも学べるっていう点で勉強というか知識を蓄えられるっていうところが、まあ、一つ大きな魅力なんじゃないかなっていうふうには、はい、感じてます。あ、オープン科目ってなんか意外と自分の知らないこと知れて面白いなっていうのは、はい、その時すごい感じましたね、はい、大学に入る前まではその選択肢がなくて迷っていたっていうのが、その大学に入ってからはこういろんなことを学んでいくうちにたくさんあるからその迷えるっていうか、その贅沢な悩みを持てるようになったいうのと、あとあの基礎ゼミを受けた時にクリティカルシンキングってみんな必ず習うと思うんですけど、最初それ聞いた時に何を言ってるんだってちょっと意味が分からなくてあの批判的な思考っていうその意味が分かってなかったんですけど、本当にそれは合ってるのかみたいな、自分の中でこうもう一人の自分がいるような感覚で意見とか考えを組み立てるようにできるようになったというか、自分の意見もこうアップデートしていけるというか、そういったこう授業の中でその自分の成長とこう照らし合わせていろいろ学んでいけるのがこの大学ならではの楽しさかなと。私たちがあの、ね、1年生の2年クリティカルシンキングで念仏を唱えながらあの願っていることってそういうことなので、なんかそういうのを聞くと すごいあの嬉しい気がしますね。この3年で身についたのが本当にあの基本のことなんですけど、クリティカルシンキングが本当に身についたなと思っていて、いやそれどうしてそうなったのかっていうのを考えると自然と読書量も増えるので、するとどん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 知識が吸収されていって、でそれがあの将来的にも役に立つことになっていくのかなと思いますし、それもあの社会に出てからもそれができる人間に自然となっていけるんじゃないかなと、そうなりたいなと思っています。自分でなんか自分の未来を作っていく力かなっていうふうには思ってます。なんか高校生までの間ってどちらかっていうとなんか受け身というか、与えられたものをとにかくやろうっていう精神でやってたんですけど、大学に入ってからやっぱりなんか自分でなんか取りたい科目を取って、もっと深めたいんだったらもっと勉強していくっていうものでやったりとか、受け身ではなくて自分から積極的にして、この自分がこの先何をしたいからじゃあ今こうしようっていう、なんか自分自身の将来を形成するっていう力がすごい身についてきたかなっていうふうには思います。常になんか自分の現状に満足しないで、なんかとにかく自分自身の成長であったりこの今しかできないことをやりたいなっていうふうには、はい、その幅広い分野を学ぶことで、なんか豊かな人間性っていうのをすごい持つことができたなって思います。その自分から行動するっていうその行動力とか身についたと思いますし、やっぱりこういろんなのを学ぶ中で物事を判断する力とか、そのいろんな視点に立ってこう判断するっていうことが身についたと思うので、これからいろんな人と関わっていく中でそれがすごい役に立つんじゃないかなって。じゃあ今日どうもあの皆さんありがとうございました。あの貴重な時間を、ね、あの費やしていただいて、とても私たちのためにスタートしていたものの時間でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。